はい、皆さんこんにちは、まなみです。世界には歴史上に存在したものの未だ解明できない謎が存在してきました。今回の動画ではその中からえりすぐった4つの謎について紹介、考察していきます。20億年前に原子炉が存在した謎。地球環境問題は深刻なものとなっており、カーボンニュートラルなど国際的な対応が求められています。そんな中でも有効なクリーンエネルギーと考えられているのが原子力発電です。ただし原子力発電にはチェルノービリで知られるように人間にも環境的にも壊滅的な被害をもたらす事故の危険性などリスクがあることも知られています。しかしそんなリスクの多くが解決された原子力発電がなんと20億年も前になされていたことが分かりました。きっかけは1972年、アフリカのガボン共和国はオクロにあるウラン鉱山からのサンプルをフランスのウラン濃縮施設で分析したことでした。そこで判明したのは、鉱山から採掘されたサンプルは手つかずのウラン鉱石としてはどう考えてもウラン同位体比が少なすぎるということ。数値で言えば原子力発電所で使用された後の核廃棄物と同じレベルにまで同位体比が下がっていたのです。ガボン共和国はフランスの植民地だった過去があるだけに、実は核兵器を隠れて製造した後の廃棄物なのではないか、そんな疑いをかけられたフランスは潔白を証明するため現地で調査をすることになります。そこで分かったのが、サンプルのみにかかわらずオクロ鉱山の鉱床にあるウランの構成比が他の鉱床と異なるということでした。原子力発電は核分裂のエネルギーを発電に利用するわけですが、オクロ鉱山の調査結果は同じことが鉱床で起こっていたことを意味し、20億年前から30万年にわたって原子炉のような状態であったことが分かったのです。しかもそこで生まれたエネルギー量は地球を焼け野原にするのに十分な量だとも言われています。ここで研究者を悩ませたのが、果たして自然界で原子炉のような状態が起こりうるのかということ。原子力発電は些細なミスでも事故につながるため繊細な調整を重ね管理されています。例えば核反応炉には自然界に存在しない重水が使われていたりするわけで、オクロ鉱山は実は人工的な原子炉だったのではないかという説も浮上しました。しかしこのことに多くの科学者は反発します。20億年も前にそのような科学力も技術力もあるわけがなく、原子炉のようなものがあったとしたならそれは自然のもの、天然の原子炉であったという説を展開しました。重水でなく自然界に存在する軽水であっても様々な条件が整えば起きうる事象だというのです。ただしその条件は非常に複雑で再現はできないというものでした。ただしこれはまずありえないという否定から入っているようにも思えますし、未知の科学力や技術力が存在し原子炉が作られたという説を否定するものではありません。30万年にも及ぶ間安定的に電力を供給していた原子炉、もしそれが再現できるのなら現在のエネルギー事情を一変させるものになるでしょう。世の中の多くに存在する利権とそれを守ろうと暗躍する裏の力と同様に、オクロの原子炉についても重要な事実が大きな力によって覆い隠されている可能性も考えられます。インドに存在した古代文明の謎。インドの大学において古代に存在した超科学についてまとめられた参考書が採用されたことがニュースになり大きな注目を集めました。参考書によると、バッテリーや飛行機などは超古代にインドにおいて開発されており、重力の概念などもすでに理解されていたとあります。もちろんこのようなものは世界中の多くの科学者研究者や指揮者の笑いものとなるのですが、実はインドには遥か昔に超科学が存在したことを裏付けるものが多く発見されているのです。例えば核兵器。ヒンドゥー教の聖典であるマハーバーラタには鉄の雷のような武器が発射され、太陽1万個の明るさの炎と煙が柱のように上がり、すべてを灰と化したという内容の記述があります。
また理由もなく髪の毛が抜ける、遺体は何者かわからないほど焼け焦げる、全ての食物は汚染されるなどの表現もあり、そのどれもが核兵器の存在を思わせるものでした。その他にもインドの寺院の壁画に核爆弾にしか見えないモチーフが見つかる。1990年代初めにインドのラージャスターンにおいて高度な照射にさらされた場所が発見されるなどしているのですが、中でも一番決定的なものが日本の教育課程でも登場するモヘンジョダロの遺跡です。モヘンジョダロの遺跡はインダス文明最大級の都市遺跡で、紀元前2500年から紀元前1800年頃にかけて繁栄したと考えられています。その名前の由来は現地の言葉でモヘンジョダロが死の丘を意味することから。遺跡の路上などに50体近くの人骨が不自然な形で横たわっていたためです。人骨の一部からは通常の50倍にも及ぶ放射能が検出され、遺跡からは異常に高温な熱を浴びた痕跡も見つかってきました。近くには火山がないことから、どのような理由でこの惨状が作られたのか、研究者の間で長らく謎のままとされているのですが、これは戦争など何らかの理由でインドの隣という近い距離にあるパキスタンのモヘンジョダロにおいて、マハーバーラタに記された核兵器のようなものが使われた痕跡と考えると全て説明がつくのです。さらにマハーバーラタには神々の乗り物としてビマーナという空を飛ぶ乗り物も登場します。ビマーナは塔あるいは鐘のような形をしており、インドネシアのボロブドゥール遺跡で見ることのできる金型の塔はビマーナを模したものと言われ、中には登場している人を思わせる仏像が座っているものも存在します。またビマーナは空飛ぶ宮殿とも言われているのですが、サイズや形態については10以上の種類が分かってきました。ビマーナについて設計図や操縦法など詳細な記録がバイマーニカシャストラという書物には残っており、このバイマーニカシャストラからは前述した参考書へも多くの内容が紹介されていることから、インドにおいてもこの書物が重要なものであるという認識であることが伺えます。このビマーナですが、スリーパドマナバスワーミという寺院に現存しているという説が流れたことがありました。この寺院では2011年150年ぶりに地下倉庫の扉が開けられ、1兆円を超える価値の財宝が発見されたのですが、この時にも開けられなかった開かずの扉が存在しているそうです。ただビマーナには様々な種類があるとしても、地下倉庫の中にというのは無理があるかもしれません。しかし実はその代わりにもっと貴重なもの、例えば超科学そのもののガジェットが眠っているなどの可能性は十分に考えられそうです。世界中の神話に共通点が存在する謎。世界中には多くの神話が存在しますが、その多くに似たようなエピソードや神が存在することを不思議に思ったことはないでしょうか。実はそこには驚きの真実が隠されている可能性があるのです。神話の多くには破壊と再生を司る神が登場しますが、ヒンドゥー教のシヴァもそのうちの一つ。青い肌を持ち、首に蛇を巻きつけ、本気で怒ったなら激しい炎で世界を焼き尽くすとも言われています。そんなシヴァと同一なのではないかと言われているのが仏教の不動明王。不動明王もまた青い肌を持ち、剣には蛇と同一視される竜が巻きつき、火炎の力を司ります。このことは仏教はヒンドゥー教に影響を受けているため当然だという声もあれば、仏教の原理主義者などからは一向の価値もないと否定されていたりと決着のついていない問題なのですが、実はその他にも似た神は存在するのです。例えばアステカ神話のケツアルカトルは蛇の神であり、人類に火を授けた神として知られています。またキリスト教ではミカエルとサタンが一組として、シヴァや不動明王と奇妙な一致を見せます。サタンといえば聖書で蛇と表現される堕落させるものであり、信仰というキリスト教徒の最も大事なものを破壊する存在です。そして多くの宗教画でサタンと対に描かれるミカエルは火の力を持ちますし、サタンの対、
破壊の対とも考えられます。これらのことは、実はすべての神話の神が同じ何かを指している可能性を示唆しているのではないでしょうか。その何かの答えとして最も有力なのが地球外生命体です。古代宇宙飛行施設では、はるか昔に地球外生命体がやってきて人類を作り、文明を授けたとされています。そして実験でもするように何度も人類を滅ぼし、やり直してきたとされてきました。それを証明するように、地球にはかつて滅んだ超古代文明の痕跡や天変地異の痕跡も見つかっています。世界中に伝わる神話でもノアの箱舟のように人類を滅ぼし生き残った人類が新たな世界を生きる破壊と再生を思わせるエピソード、そして破壊と再生を司る神が多く登場。これは偶然の一致でしょうか。ヒンドゥー教のシバですが、子供の一人にガネーシャという象の顔を持つ神が存在します。実はこの顔、宇宙服の呼吸器の部分が象の鼻に見えたのではないかという説があるのです。もしそうであれば、インドに古代に存在した超科学にも説明がつきますし、神が地球外生命体であるという痕跡の一つとも考えられます。多士章と巨人の謎。皆さんは多士章というものをご存知でしょうか。文字通り手足の指が6本以上になる症状で、豊臣秀吉もそうであったと言われています。また確率的には手の多士症が400人に1人ほど、足の多士症が1000から2000人に1人ほどの確率と言われており、その理由もいくつかあると言われてきました。この多士症について、世界中に興味深い伝説や伝承が数多く残っています。有名なものでは旧約聖書に登場するガテの町の背の高い人物、両手両足の指が6本ずつで巨人の子供であったとされ、イスラエルを罵ったために倒されてしまいます。聖書において巨人とは特別な意味を持っていました。天から落ちてきた者たちを意味するネフィリムと呼ばれ、古代イスラエルにとって敵対する存在であると考えられる描写もあります。このことから聖書の成立した頃に敵対する勢力を象徴的に表した表現であったという説が長らく信じられてきたわけですが、1800年以降、その説を覆す発見が続々とされ始めるのです。まず1800年代初頭にカリフォルニア州のサンタカタリナ島で発見されたのが、6本の指を持ち身長 2.7 メートル以上ある遺骨、そして1895年にはアイルランドのアントリムにおいて 3.6 メートルを超え、右足が6本指の巨人の遺体が見つかりました。つまり巨人は存在し、その特徴として6本指であることが分かったのです。また巨人といえば忘れてはならないのがギリシア神話。ゼウスの支配を終わらせようと戦いを挑む存在として巨人族が登場します。またアメリカのインディアンの間には白い巨人という荒ぶる支配者たちが語り継がれていることも分かってきました。こういった巨人の伝承、伝説に共通するのは、凶暴であったり危険な存在であるということです。これは日本の神話などにも共通するのですが、以前の支配者であったり統治していた存在について荒ぶる神や蛮族として神話に描き、その存在を倒した現在の支配者を正当化するという手法とも考えられるのではないでしょうか。前述したように、古代宇宙飛行施設では地球外生命体が地球を訪れ、人類を作り、文明を築き、その地球外生命体が神として描かれていると考えられます。とすると、巨人とはそれ以前に地球に存在した地球外生命体や彼らの作り出した生命体を指すのではないのでしょうか。もし地球外生命体が存在するというのなら、それが一つの星からだけ飛来したというのはむしろ不自然と言えるでしょう。多士症ですが、ブラジルでは14人の家族全員に多士症の症状が見られたり、ヘミングウェイの多士症の飼い猫の子孫には同じ症状が見られることなど、遺伝するケースもあることが分かってきました。もしかすると多士症の中には症状ではなく、私たち人類以前の存在や
地球外生命体の存在を示す痕跡といえるものもあるのかもしれません。今回の動画では、未だ解明できない古代の謎からえりすぐったものを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。世界には多くの解明されない謎が残されており、そのすべてに歴史を覆すような真実が隠されています。機会があれば、その謎にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。